ね、あの吉野家の牛丼って皆さん食べますかね、食べる人いますか。いや、しょうがない、吉野家の牛丼知ってますね、はい、私ね、発表しますけど、吉野家の牛丼の CM に出てるんですよ。知らないでしょ。肉じゃないです、みんな知らないと思うんですけど、はい、私あの7月からとですね、吉野家の牛丼築地、100年なんとかですね、あの知ってます、そ の, あのシーンの中ですね、あの出演させていただいておりまして、冬編っていうのを今あの変わって運よくですね、冬編にもあの出演させていただいてますですね、そういうことをやってるんですけども、この場所がですね、どうぞ準備のために私は喋ってます今、私の話に見とれないです準備してくれると思って喋ってるんですけど、話が、はい、あとこれですね、はい、吉田屋の、コマーシャルの CM はですね、場所はあの成城学園前 の, あの東宝スタジオっていうのゴジラの、ね、で有名な、シンゴジラの撮影も行われたですね、東宝スタジオで、撮影が行われましてですね、明け方の、5時集合ということですね、私も行きまして、そこでですね、あの、まあ、スタジオにちゃんとあの、コマーシャル見た方は分かると思うんですけれども、築地 の, あの市場のセットそのままですね、全くあの昭和34年の、築地のセットをそのまま、用意してるっていうようなですね、まあ、金のかけ方が生半可じゃないなと思いました、さすがにね。で、まあ、そのスタジオですね、全部あの着替えたりとかメイクとかやるんですけども、私の場合はそのままもうそのままそのままでいいですって言われてですね、他の人はなんかいろいろあのなんかこう やるんですけどね、着替えたりすると私だけなんかドカちゃんかなんか着せられてきて、そのままで、なんかそのままで結構ですからっていう、大体あの撮影の現場でそういうことが多くてですね、そのままでどうぞっていう場合は、はい、大丈夫、はい、まあそんな、現場でですね、あの撮影が行われましてですね、丸1日かかったんですけども、映ったのはたったのですよ、15秒ぐらいで、CM っていうのはそんなものなんですね、はい、じゃあ、次の、出演者を紹介したいと思います。アラカンズというですね、新井さんと勘三郎さんかなと思ったら違うんですね、はい、2人合わせて年齢がですね、80? あ、そんなに言ってない、 121だそうですね、2人合わせてね、まあ、そんなあの、若い、今日一番若い出演者なんて、今日は平均が高いですけども、正直言うと、でも、その中でも頑張ってるですかね、じゃあ、大きな拍手で、ハワイの、六本木のクラブハワイから今日は来ていただきました、ハワイの、お二人組でございます、あらかんずです、盛大な拍手で。
い出した暗い夜道はピカピカのお前の歯なら役に立つのさ。いつも泣いてたトナカイさんは今宵こそはと喜びました。アラタンと言いますのは、実は私今年還暦初めてなんですけども、こちら浜野美さん還暦2年目でございます。還暦1年先輩ですね。そうですね。アラウンドザ還暦という形でやらせていただいております。ハニカミ屋さんで MC とても下手なのですぐ歌っちゃいます。ほとんど練習もなく、鶴見川の河原でバーベキューをしながらデレデレ練習をするという非常に、ゆったりした感じでやらせていただいております。今日はちょっとメガネの調子が悪くて歌詞がよく見えないんですけど頑張ります。ではビートルズナンバーで Two of Us。年齢的に高音が出ません
このオクターブ下げてるんでちょっと聞きづらいかもしれないんですが、七面鳥、首を絞められた七面鳥のような声で黙って歌います。これもあの MC の一つですね。笑っていただければ。
So this is Christmas. Can't have you down.